酵母エキス加工食品のベジマイト酵母エキスとは、酵母の利用形態の一つで、菌体自体を科学的に分解抽出した成分のことである。主成分として、アミノ酸や核酸関連物質、ミネラル、ビタミン類を含み、調味料、微生物培養の培置、家畜飼料、健康補助食品などに用いられる。発酵機能や発酵産物を利用したパンや、 アルコール飲料と並びたきに利用されているが、主に加工食品の副原料として使用されるため、一般消費者が酵母エキスを単体で見ることは、ほとんどない。また、原料として利用される酵母は、出が酵母だけではなく様々な酵母が利用されている。様々な発酵副産物と酵母が、エキス原料として利用されている。 生死産業の副産物を利用したトルラ工房、水産食品加工工場や日本酒、ワイン、ビール工場でアルコール飲料の発酵タンクの底に沈んだカスなど、原料とするならば、出が工房、サッカロミセスセラビカが原料となるが、水産物の加工工場由来の物質を原料とするならば、工房原料には EN、ティボリオマイセズハンセニーの他に漢字だ。 トリコスポロン属などが含まれることもある。なお、エキスとして加工されない場合、家畜飼料の原料や他の食品残差とともに、メタン発酵を経て、バイオガス原料とされることもある。例えば出芽工母の場合、環境中から自家採保した野良工母では、パンやアルコール類の製造において、大量生産時に安定した発酵特性を得ることが困難なため、 最終目的製品の要求品質に合わせ選抜され純粋培養サタ菌種が使用されている。この手法はヨーグルトなどでも普通に利用されている技術であるが、口術の評論家は培養工房を使うこと自体を批判している。タンパク下水分解物の製造と同じプロセスを経る。タンパク下水分解物では原料が動物性タンパク質や 植物性タンパク質であるが、酵母を原料とした場合の生成物は、酵母エキスと呼ばれる。また、アルコール飲料醸造オカスを原料とした場合、質が酵母由来の苦味、臭気、味を有するため酵母由来の特性を除去するための処理が行われる。様々な製造方法があるが、代表的なものは、自己消化、酵母自体が持っているプロテアーゼや、 核酸分解酵素などで菌体自体分解する方法。酵母の自己消化物は、イギリス帝国産化のオーストラリアのベジマイトを、はじめとして、マーマイト、プロマイト、オクソーセネビスなどの加工食品に用いられている。酸化水分解、塩酸で分解し、有効成分を得る方法。なお、この工程中で、 クロロプロパノール類等のが副産物として生成され、最終製品残留することから危険性を指摘する評論家もいる。得られた液体は最終用途に向け、さらに分離生成、濃縮、粉末化加工される。食品、健康補助食品、医薬品、化粧品、微生物培養媒置などに利用される。現在の食品と食品添加物との分類では、 酵母エキスは食品添加物ではなく、醤油や昆布エキスなどと同様に食品に分類されている。菌床栽培キノコの培地に栄養剤として添加されることがある。酢酸醸造の際に復元料として添加されることもある。食品加工業界では、生成した化学調味料よりも安価で独特の味が出しやすいため、カップ麺など多く加工食品に使われている。 自己消化物の他に、酵母の加水分解物も,もよく使われている。ビール醸造カスを原料とした栄養補助食品が販売されている。美術大学出身の評論家、沢木水穂は、原料の酵母及び酵母エキスと使用食品に対し、いくつかの指摘を行っている。本来なら廃棄処理費用がかかる廃棄物であった、使用済み酵母であった。 ビール市場では廉価な発泡酒などが増加した結果、酵母の質は低下し、栄養不足傾向となっている。そのため現在は、酵母エキス用に純粋培養された酵母が使われるようになった。週刊金曜日市場で、今の酵母エキスの酵母は、天然の酵母菌などから取り出されたものではなく、人工的に作られた酵母から作られるものが増えている。と述べ、業界では、 天然酵母を使っていない事実を指摘した上で、効率よくタンパク質を分解するため、分解に塩酸を用いる塩酸分解法が取られている。塩酸分解法による分解の際、発岩性物質と懸念されるクロロプロパノールなどの複製生物が少量、生成される場合があるとの報告がある。食品添加物専門会議では安全性が発表されているが、澤木は、 健康を懸念する声もあると指摘している。しかし、評論家の沢木が使用する天然酵母との表現に対しては、パン業界では天然酵母との言葉に対する統一的な定義はなく、現在の日本では野生酵母を使用して制作した物品に対して使用されていることが多い。また、酵母に天然を窃盗語として使用することで、自然、安全、 ヘルシーの有料なイメージ付け工場由来の公募が、不健康との誤認を誘う表示が行われているとして、使用に関する問題提起がなされている。ありがとうございます。